はい、皆さんこんにちは。エクストルーパーズのプロデューサーの小島慎太郎です。今日はですね、エクストルーパーズの、東京ゲームショーバージョンをですね、モンスターハンターチームの辻本良三プロデューサーと藤岡要ディレクターと一緒にプレイしたいと思います。僕はずっとモンスターハンターチームでいろいろと企画とか、アシスタントプロデューサーとかやっておりまして、一緒によくプレイ遊んでたりとか、仕事やってるんですけれども、ゲームに対してはガチでいろんな意見を言うので、今回エクストルーパーズ触ってもらってどんな意見を言われるかちょっとドキドキしますが、一緒に遊ぶのちょっと楽しみにしております。では皆さんお楽しみください。はい、ということで早速ミッションに行きましょう。準備はいいですか？はい、行きますぞ。操作説明も出るんですな。そうですね、メイン武器がワイン。今見えたんですか？とりあえず向いてる方向でなんとなく溜まって狙ってくれる。藤岡さんどれ？藤岡さん女の子、ジュリーですね。僕白い子のクールな男の子ですね。陽子さん主人公選びましたね。はい。らしいですね。ブレンです。ブレンですね。ブレンですね。もう真ん中が大好き。大好きですね。敵のロックは R を押すとロックします。で L ボタンで敵を切り替えできます。はい。この黄色いのを取った方がいいんですよね。どんどん取ってください。はい。サーマルエナジーっていうその黄色い球を取ると、はい、体力回復と並びに左上に必殺技ゲージが星であるんですけど、それが溜まってきます。はい。ここで A ボタン。A ボタン。特殊なボタン、特殊な行動は興奮な空中の敵な。これをしっかり攻撃するんで。このなあ、はい、カーソルが黄色くなっていくのは何かあるの？敵に攻撃を当てるとですね、ドドドとか文字が出るときあるじゃないですか。ほうほうほう。あの距離感がいいときだけ文字が出るんです。ほうほうほう。で、数当たりのときにはヒットマークだけなんで。ほうほうほう。じゃあ字が出るのを目指せばいい。そうですね。あ、ウィンクの向かいしさすが調子いいです。僕主人公なんで、なんで先に行かせてくれないんですか、これ。大変だな、この主人公。どこまでだよ。さあ、これ注目する。うわ、いけ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 。これですね、ターゲットをロックした状態で、左右こうレバー入れながら、B ボタンのステップとかで受けると敵の突進とか避けやすいんで。はい。このプラズマガンって、はい、溜めれるのか。溜めます。エンデオー。いや、全部当たってる、すげえ。本当はお尻狙うのが一番いいんですけど、ね、いった。死ぬ死ぬ死ぬ。目の前でえらいことになってる。これどうやって回復するの？サーマルエナジーを取ったら回復しますし、黄色いのお城にあると出てくるんで、サーマルエナジーを落としてくれ。あ、チャンスチャンスチャンス。はい、 A ボタン連打してください。これアンカードライブ発動になる。いやー、なになになに、これやってるぞ、アンカーやってるぞ。じゃあ今のである程度敵にダメージが入ると、さっきのアンカードライブ発動の条件がその敵に倒すことができるんですよ。へー、ほらはちゃめちゃだ。いけ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 。サーマルエナジーをくれ。もう少し負けました。私これが取る全部。これ取り合いじゃないで大丈夫です。全員を出るんで。あ、そう。残念ながら辻本さんちょっと仲良く。あ、そうです。俺が先に上がる。主人公だから。主人公だから。マックスメラ星溜まってます。あ、溜まってます。あ、じゃあ青も溜まってる。あ、青まで行きます、ね、そしたら青をボタンと合体必殺技が出せるんですね。そう。で、そこで仲間がそこのエリアに移動して、同じく青ボタンを押すとガッタラザを打てるんで、誰かまず出せばいい。両手さんが出すで、主人公。ちょっと待って、出すで。青やつ。ほら、出した。よし、入ってこい、入ってきて、入ってきて。おー、来たー。よいしょー。うわ、超ビーね。お、めっちゃダメージありましたよね。俺超えてる、超えてる。ほらー、アンカードライス。よっしゃー、さらに避けてます。ナイス。これもう一気にね、手の部位破壊が成功してるのと、あと、ガルドロック、お尻が、お尻も破壊です。めっちゃ攻撃されてるって。避けてください。狙われてますか？俺は、もうのけてられちゃいけませんよ。決まるとね、もう少しで、お尻がやっぱ弱点なんで、ガプタス狙われてる。ウシーン、早い。お、おい、おい、クリア。これいい感じ。やっぱり3人必殺技を決めたんでダメージいっぱい通りました。あ、ミッションクリア。イエーイ。よっしゃ。でしょ。という感じでレベル1の協力ミッションをクリアしたんですけど、どんな感じでした？いや、気持ちよかったです。やっぱ協力プレイいいですね。やっぱり楽しい、楽しいね。漫画チック爽快アクションの爽快部分がね。そうそうそう。ただ気持ちいいポイントをもっと分かっていけば、もっと当てやすくなってくるんでしょ、うん、そうですね。
じゃあレベル2挑戦いきます。よろしくお願いします。てて素朴な疑問なんですけど、レベル1とレベル2って何が違うんですか？難易度が違いますか？難易度が違う、ステージとかも違う。違います。当然難しいんでね。敵も違います。モンハンでいうところのいつもやれるもんならやってみクエストって言うするじゃないですか、あれと一緒です。なるほどね。 A ボタンでキックが出るんですよ。ちょっとみんなキックこれで、はい、みんな練習しますね今。でショートステップからのキックで勝ち上げっていうのができるんです。やってみてください。シュッこれそうです。おお、アッパーみたいな。でこれをした後に敵を勝ち上げれるんで、さらにこう Y ボタンで攻撃すると、はいはい、立ち上げ攻撃ができるんで試してみてください。了解です。こうか、これできるんですか？こうか、こうか。やばいやばいやばい。どうしたんですか？なんで俺すぐ痺れるんやこれ攻撃が当たるからです。俺を撃つなこの大きい人はダメだ。これを立ち上がる重いんで上がらないんです。軽い人だけに、うん、その代わり倒すとサーマルエナジーどすんだけど、これあの相手倒したらなんか緑とかそのなんか機械みたいなの出てくるやんか。あ、それですね。アイテムなんですけれども、これを持って帰ると新しい武器の開発だったりとか、うん、強化もできますね。お、素材みたいな。素材ですよ、はいはいはい、おー、でかいのいっぱいおるぞ。2匹出ますね。じゃあ、 あの茶色いやつから狙いましょうか。最初茶色いやつ、茶色いやつから行きましょう。あのゴロゴロ転がる、さっき倒したやつです。僕雑魚倒しとくんで。あ、じゃあ俺はそっち行くわ。どこ行ったあいつ。はい、まあ、二頭同時討伐のね基本ですけど、先にどっちかちゃんと倒すっていうのがポイントになってる。あ、これは尻尾を狙えばいいんだ。そういうことです。オッケー、メテオー、ちっちゃそうだ。うわー、さらに危ね。さあまずは一体どっち？ドカーン、ずし。これ必殺技いくで。お、いいですね。やっちゃってください。ちょっと待って。敵倒した？出てきた、なんか。さらに追加です。なんやこれ。カマキリみたいなやつ。そうですね。どっち行きたいっすか？まあ、白やつ行きましょうか。必殺技！おー、当たった？当たってんな。そうですね。今回この挟まれると危険なんで、危ない時にはあのジェットで距離を測って逃げてください。なるほど。これヒットアンドウェイとかにも使えるんで。分かった、分かってきた、分かってきました。よ、どんどん避けて。攻撃された時、されそうなんだけど。危険です。あ、やばい。回避したら死んだ。助けに来ます。やばい、助けなくていい。ちょ、助けますよやばい、助けて。どうしようかな、コジどうする？僕今助けに行ってます。ありがとうございます。さすがゴジ、優しい。そうですよ、優しさですよ。そういう人、嬉しいよね。ほら一緒に遊ぶと。はい、いったー、つかー。ありがとうございます。あれ、ちなみに助けになったらどうなんだ？一落ち状態になりますね。これ二落ちまでなんで。あ、これ二落ちまで。そうやってる間に俺がやられた。設定があと一落ち、あ、まだいけるの？2回大丈夫です。ないな、ゴジ、助けた。ありがとうございます。避けてください、両蔵さん。両蔵さん、あれ、まさか。まさか。ちょっとどうする？ちょっと待って。ちょっと待って。あ、全員やられた。いや、2人助けられる。ちょっと僕はじゃあ復活します。いや、俺は我慢、行きます。我慢、我慢。でもすげえ、めっちゃ敵いってんで。ほらほらほら、相手出てこの流れ良くない。良くない。俺もあと17分、15分しかない。あー難易度高い。わかんだ。はい、ということでエクストルーパーズ協力プレイをしたわけですけど、はい、いかがでしたか？いや、楽しかったです。楽しかったね。気持ちよかったです。分かりやすいですよね、いろいろと。俺かっこいいっていうのができるんですね、それぞれが、はい、俺が今かっこよかった。いや、俺がかっこいいみたいな自慢するっていうのもね、楽しみの一つでもある、まあ、こういうゲームよくあのフィニッシュ取ったらちょっと嬉しいもんね。そうですね倒したみたいな、はい、俺が倒せたみたいな。小島さん、さっきフィニッシュ取ったよな。最初1回目はそうですね。2回目も落ちフィニッシュ衣装も主人公一つとっても結構いろいろ制服だったり戦闘服だったりとか水着だったりとかいろいろあるんですよ。仲間の服も結構変えられたりするんですよ。ということは、あのレウス的な装備 装備がレウス的な装備出ますと。出ますと。出ますで、プレイヤーが切れるってことね。それはじゃあ、そうです。じゃあ全員がレウスみたいな。レウス装備できます。 3レウスできます。今回エクストルーパーズはね、あの大塚製薬さんのまあ、オロナミシーだったりとか、餃子の王将の餃子が あの学食食べれたりとか、そういうのもちょっといろいろと組ませてもらって、そういうっぽい感じにはさせてもらってます。近頃餃子おじさんだ。餃子おじさん好きならば餃子をこれでも食べ。また始まった。そう、これ餃子、餃子これいただきました。今日ね、今日頑張ったから、はい、東京ゲームショーでね、プレイしたらもらえた餃子チケットですこれすごいよな。鳥の方もあの佐藤大さんっていう
まあ、エウレカ7とか、広角機動隊とかカーブビバップとかシナリオとか担当してくれた人が書いてくれたんで、非常にこう気象転結が面白い感じに盛り上がっていく、遭遇して一緒にやっと乗り込めるときにやっと戻ってきたなお前みたいな、相棒みたいな感じの、暑いなおい、そういうのもいい感じで、ね、ゲームしながらポロってきましたね。そういうふうなゲーム、エクストルパーズですね。楽しみにしていただければと思います。楽しかった、はい、楽しかったです、はい、じゃあ餃子食いに行くか、行きましょうか、はい、閉まらんよ。最後のミッション失敗しちゃって僕的にちょっと恥ずかしいんですけれども、ワイワイと、プレイできてちょっと楽しかったと思います。エクストルパーズですね、あんな感じで、まあ、漫画チック爽快アクションという感じですごくテンポのいい、まあ、特に一人でやっても非常に面白いんですけれども、まあ、2人とか3人でやるとよりこう協力プレイが熱い、そんなゲームになっております。プレイステーション3と、まあ、あの 3DS ともに11月22日に発売しますので、皆さんお楽しみに待っててください。